をいたしました。今日のメイン競争第10レースサラブレッド系3歳オープン第14回新春ペガサスカップ SP1 1600m 10頭立てで行われます。2歳重賞のタイトルホルダーは姿を見せておりません。混戦模様の明け3歳初の重賞競争新春ペガサスカップです。3コーナーポケット地点ゲートリが進みます。最後は笠松からの参戦馬オグリカーン、10番ゲートに向かいます。枠入り完了。スタートしました。10頭が4コーナーに向かいます。好ダッシュは外からオグリカーンでありますが、内の方からスルスルと鈴鹿ウィンダーも出ていきました。間にはミヤシンボーラーがおります。その後ろのグループも3頭インコースにドラゴングランドがおりまして、各馬がスタンド前に入っていきます。花に立ったのは2番の鈴鹿ウィンダー戸辺直美であります。そして2番手の位置でありますが4番の岡野美人、3番手に9番ミヤシンボーラー、4番手は10番のオグリカーンであります。インコースに1番のドラゴングランド、この一段7番のブライトシンプー、第1コーナーカーブに入っていきました。外を回っては8番のぞみ快速であります。その後は外に5番のグレンダウザー、インコースからは3番のコキビジンが上がっていきます。最後方は6番のマザーフェアリーです。各馬が2コーナーをカーブして800を通過、向こう上面です。ペースを握って2番の鈴鹿ウィンダー戸辺直美が逃げております。1馬身のリード、4番岡野美人が2番手、3番手にはミヤシンボーラー、4番手外からぐんぐん上がっていったのがのぞみ快速であります。のぞみ快速一気に前に並びかけて3コーナーをカーブ、その後から5番のグレンダウザーも動いて3番手まで上がっていきました。さらにはマザーフェアリーも動いていきます。3コーナーカーブ激しくさあ入れ替わっておりますが400を通過、先頭は鈴鹿ウィンダー変わりません。そして2番手にのぞみ快速、3番手にはマザーフェアリーが上がっております。その後にグレンダウザー、現在4番手、前3頭広がって第4コーナー直線コースに向いてまいりました。粘っているのは鈴鹿ウィンダー戸辺直美、間からはのぞみ快速、外から懸命にマザーフェアリー、3頭の競り合い100を通過しました。外からマザーフェアリー、かき離しを、マザーフェアリー先頭、2番手にのぞみ快速合流、柿原賞、6番のマザーフェアリーです。第14回新春ペガサスカップを制しました。6番のマザーフェアリーと柿原賞、そして2着には8番ののぞみ快速、3着逃げた2番の鈴鹿ウィンダーが入選しておりました。第10レース第14回新春ペガサスカップ SP1 サラブレッド系3歳オープン 1600m で争われました。10頭レースを引っ張ったのは2番の鈴鹿ウィンダーと戸辺直美でありました。早めにこれに8番の望み快速、そして外からは6番のマザーフェアリーでありました。完全にこの3頭の争いでした。直線鞭を振るって6番マザーフェアリーがゴール前で抜けました。そして2着には8番の望み快速、逃げた2番の鈴鹿ウィンダーが3着を粘っておりました。6番のマザーフェアリー柿原翔、2着に8番のぞみ快速、3着逃げた2番の鈴鹿ウィンダー、4着に5番のグレンダウザー、5着は3番のコキビジンの入選でした。第10競争第14回新春ペガサスカップ、勝ちました6番のマザーフェアリーでありますが、通算3勝目、藤ヶ崎和夫厩舎の管理馬スパイキュールの3区メスの3歳馬、鞍上は柿原翔騎士でした。第10競争、それではレース確定までもう少しお待ちください。